こんにちは、花レボさん。動画の方ね、更新、本当お疲れ様でございます。まあ、なんていうのかな、当てるはずの動画って当たらなくなってきてると思うんですよ。でも、やっぱやっちゃいますよね。まあ、テストマーケティングっていう意味で、一定期間、この動画のシリーズやったらどうかなっていうふうに試すのはあると思うんですけども、まあ、なかなかね、叶わないですよね。やっぱりこのね、YouTube っていうのは SNS ですから、エッジランクっていうのがかなり関わってくるんですよ。ですんでね、アドバイスとしては、違うアカウント、YouTube アカウントを作って、もしくは全く違うアドレスから Gmail を取ってみて、そこからね、YouTube にログインしてみると景色変わってみるから、いいんじゃないかなと思いますよね。で、Twitter の検索も確かに一理なんですけども、Telegram ですかね。あちらの方の情報にワールドワイドでは変わってきてるんで、もしかしたらそっちからのリサーチの方がいいかもしれないですね。あとはインスタグラムですかね。インスタグラムを中心に回ってる世界がありますんで、インスタグラムからインプットをしてアウトプットは YouTube でするっていう風に形にすると、実はね、新しい顧客層が発掘できるっていうのもあります。こういう風にね、今までと同じインプット同じアウトプットではなくて、入り口を変える、出口を変えるってことにしてみると、全く違う世界が広がるんですよ。なぜなら、YouTube の世界って、インターネットの世界って、ちっちゃい風に見えますけども、それは自分が居心地のいいところにずっといるからちっちゃくなっちゃうんですよね。そこで関わりになった人としか関われなくなってくるんですよ。まあ、ですんで、あえてね、自分の苦手分野とか、今まで手を出さなかった SNS とか、こういったところから一から発信することで気づくことがあると思います。まあ、もちろん一から発信するとは言ってもね、YouTube やってますとかね、そういう形で、こっちに今日から参入してきましたっていうので、まあプロフィールを引き継ぐっていうのはやった方がいいと思うんですけどね。で、有名どころの YouTuber さんがいなくなってくるっていうのは、これね、当たり前のことで、人っていうのは永遠にはやらないんですよ。で、特に有名 YouTuber さんっていうのは、もうある程度財を持ってますから、相当 YouTube で発信するのが好きじゃなかったらね、もうやる理由ないんですよ。これをね、財を得て退場って言います。ね、儲けるためにやったんだけども儲かっちゃったからやめる。そして家族との時間や自分の一人でできることに集中していく。まあ、いわゆるね、リアルに帰っていくんですよ。結局は YouTube っていうのは段取りでしかなくて、目的ではなくて手段ですからね。まあ、ですんで、いなくなるのも当たり前で、いなくなるからこそ新陳代謝も起きるんでチャンスなんですよ。いや、でもね、よく考えてみてくださいってことなんですけども、池早さんとか学さんとかね、いますよね。この人が去った後、似たような人がドンと出てきたかっていうと、出てないんですよ。要するに、次の世代を代表するような人はずっと育ってなかったってことなんですよ。残念ですよね。せっかく席が空いたのに、そこに行く人がいないんですよ。これをね、鍋蓋型っていうんですけども、一等中の存在が鍋の蓋みたいにポコンとね、取っ手のとこみたいにあるんだけど、あとは全部一線なんですよ。しかも低いところで一線なんですよ。こういったどんぐりの吹き溜まりが今 YouTube になっているのかなと思います。当然ですけども、また頭角を現す方がね、出てくると思いますんで、そういった方がね、出てくることを期待するのか、それとも自分がそれになるのか、ここはね、これから見ものだなと思うんですよね。で、目立つとね、結構 YouTube ってやりにくくなるんですよ。目立たないうちはやりやすいんですけども、目立つとやりにくいです。特にお金をやり取りするようなテーマを扱ってると、なんかね、個人的に儲からなかったことをお前のせいだって言ってくる人がいるわけですよ。で、中にはね、そんな情報を流すと多くの人が誤解しますよみたいなね、ちょっとね、遅れてる人もいるんですよ。なんでね、いろいろと困った問題が起きてくるんで、それがまたね、 YouTube 活動を鈍らせるんですよね。で、 YouTube っていうのは自分一人でやってる分はいいんですけども、他の視聴者さんがなんか良くないコメントを見て気分を害するってことがあるんですよ。コメント欄が荒れてるから見に行くのやめよみたいなね、そんな感じになったりもするんですよね。さあ、そして YouTube をやっていく上でいくつかのフェーズがありますけども、多分ね、まだ売り上げが欲しいとか自分のコミュニティを広げたいっていうふうに思ってる方、再生数やチャンネル登録っていう数字を追ってる段階の方っていうのは、成長期であり拡大期だと思うんですよ。とにかくアウトプットはするんだけども、インプット、ネタが欲しいっていうので、リサーチむちゃくちゃしてると思うんですよね。それは悪いことではないんですけども、その段階だってことなんですよ。で、その段階を過ぎると、ある程度安定してチャンネル登録が減ってもいいし、それから再生数が減ってもいいし、どちらかというと自分の
届けたい情報を受け取ってくださる方がもうねいい感じでいますんで、もう広げなくていいかなっていう、そんな状態にあります。これがだからリピート期、クローズドって言って限られたところの世界でもうやっていこうかなっていうところなんですよ。当然ですけども収入ももう安定しちゃってるんで、これ以上伸ばさなくていいかっていうフェーズになります。でこれがね、まあリピートとか、まあ私は家族っていう感じでくくってるんですけどね、まあ速稼塾に登録してくださってる方なんてのはまさにそれなんですよ。速稼塾という中身でやってますんで、別にもうね、外から見る人は不要なんですよね。だからそれが来ちゃうと相当ね、お金が好きとかビジネスが好きとか YouTube が好きじゃない限り継続することにそれほどまで魅力を感じないんですよ。まあ私は YouTube が好きなんでやってますけどもね、もうほとんどお金もできちゃったし自由になったら、どちらかというと YouTube をね売上目的、人材獲得目的でやらなかったらもうやる意味ないですからね。それこそ自由な時間をどんどんそこで削られちゃいますんで、やっていかない方向になるんじゃないかなと思ってます。まあでもここに来るのが多分多くの YouTuber さんの理想地なんですよね。もう YouTube がなくったってもう大丈夫だよみたいになっていくってことです。で問題はですね3つ目なんですよ。それは無料の情報を欲しがったりするんだけども絶対に金払わないっていう人いるんですよね。いくらでも情報発信者に対してアプローチはするし問いかけはするし返信を要求するんだけども一切お金払わないんですよね。でこういう方に付きまとわれると結構厄介ですよ。文句は来るけどもそのための対価っていうのは全く払われないんで、要するに発信者がね消費されるんですよ、ね、発信者っていうのは新しい情報をたくさん届けてくれるからこの人に投資しよう時間もお金もっていう風な視聴者さんが集まってくれば平和な世界ができて、先ほど申し上げたねクローズドリピート家族って世界ができるんですけども、まあね一切金払わない人いるんですよね。もうどんなことを言ってもね、何のことをやってもどんなセールスをしてもお金払わないけども、いやあなたの発信は素晴らしいって言ってくる人ですね。これはね結構厄介ですよ、私のとこまで来るとあんまりねそうは感じないんですけども、成長期とか拡大期にいるのにそういう人に付きまとわれるとね、まあそういう人が将来コミュニティを邪魔してくるようになるんですよ。っていうかまあ現在進行形で邪魔ですけどもねまあそう感じることもあるかもしれないですね。で私はもうね視聴による売り上げなんていらないんで、どちらかというと趣味でアウトプットしますんでどっちでもいいんですけどね。まあなかなかそういう領域にほとんどの人は来れないんで、ただ働きをさせられてるって形になると思います。まあだから YouTube の質ってのは悪くなるのかなと思うんですよ。いい人は財を成して退場、まだ成長発展中の方はいろんな人の足を引っ張られて挫折というね。だから YouTube ってのは空っぽになっていくんじゃないかなと思うんですよね。まあ情報の統制とか規制とかもねいろいろ出てきますしね、なかなか派手なことができなくなっていくってことでございます。というところでね、 YouTube はさようならという時代がやってきたということですよね。案外短かったですね。では今回は以上でございます。 YouTube に対するちょっと冷たいでも本当の考察っていうのはこういうふうにね私のコミュニティでやってますので、この動画をたまたま見た方で YouTube を知りたい方っていうのはちょっと覗いてみたらいいんじゃないですかね。それでは以上でございます。